韓徳金韓徳金は、中華民国、台湾の軍人。国民革命軍の軍人で帰り未宿道の復信と、目され、北伐、中国共産党討伐、日中戦争、国境内戦などで前線指揮を取った。字は、蘇進。1909年、戦闘元年、チャンスー陸軍小学第4期生として入学する。1911年、 戦闘3年、侵害革命が勃発すると、革命派の北伐軍宣言主体司令部に配属され、後に爆弾隊、作爆隊隊員となっている。中華民国成立後に復学、卒業、さらに武将陸軍第二予備学校に進学し、1916年、民国5年にこれを卒業した。その翌年には、補定陸軍軍艦学校へ進学し、 1919年、民国8年2月に、第6期不評価を卒業している。卒業後の当初は、北京政府側の長江上有総司令部に所属したが、1926年、民国15年に、関東省へ赴いて、国民革命軍に属した。北伐に際して、藩は、国民革命軍第3史上高参謀長に、任せられ、以後、 同志市長古宿道の復信と目されるようになる。藩はその後も、第九軍省省参謀長、第三市副市長と歴任し、北伐に従軍した。北伐完了後の軍縮に伴い、第二市、第五旅副旅長へ移ったが、間もなく、第三市、第七旅旅長に転じる。中原大戦が勃発した1930年、民国19年までに、新編第三旅旅長、 第五十二市副市長、同志市長と昇進した。九百三十一年、民国二十年一月、藩特勤は南昇英樹司令を兼任し、厚生省で第三次中国共産党討伐に従事したが、敗戦の末に一時は捕虜とされ、過労死で脱走するなどした。しかしその後も共産党方位に従事するため、チャンス省政府委員、同省保安署署長、 越小学総比軍北路軍総司令部総参議を歴任している。1935年、民国24年7月、調整に出た、抗軍追撃のため、奇襲省政府委員に転じ11月、軍事委員会委員長、重慶行営弁公庁長,長長を兼ねた。1937年、民国26年初、反特金は、古宿道が主任を務める西安行営で、 弁公庁長長に就任した。同年8月、日中戦争、抗日戦争が勃発すると、子と共に、上海方面の前線に赴き、子は、第三戦区副司令長官に、藩は、東部参謀長にそれぞれ転じている。11月、チャンス省政府の改祖に伴い、子は、チャンス省政府主席、藩は、省政府民政調長長にそれぞれ就任したが、藩が、 主席代理を務めた。翌1938年、民国27年1月、第24集団軍副総司令兼第89、軍軍長として、チャンス省北部の防衛にあたる。1939年、民国28年初に、ロイケル戦区が成立し、藩特勤は、同戦区副総司令となった。10月、古祝道の公認として、藩は、正式に、 チャンスー省政府主席兼全省法案指令に就任している。1940年、民国29年、第二次国境合作の最中でありながら、藩は自らの公認として、第89軍軍長となっていた、李主意に明治新四軍を密かに攻撃させた。しかし新四軍の反撃の前に大敗、李が戦死するという結果に終わっている。その後も、 たびたび共産党に戦闘を仕掛けては敗北し、1943年、民国32年3月には陳金に大敗、藩自身が捕虜とされるありさまであった。間もなく、藩は陳の判断で釈放された。1945年、民国34年1月、藩はチャンス省政府主席の地位から免税られ、第三選区副司令長官に転じた。 国境内戦期に入った1946年、民国35年6月、反特勤は、徐州水税交渉副主任に任せられ、翌年、陸軍総司令部徐州司令部、後に、総秘総司令部と改祖副総司令となった。しかし内戦では中国人民解放軍に敗退し、1949年、民国38年5月、台湾に逃れている。 台湾では中華民国総統不戦略顧問を務め、1952年、民国41年10月に退役した。晩年は、教育、社会事業に従事している。1988年、民国77年8月15日、台北市にて病没。去年97、万95歳。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。